あ、どうもジョニーデップです。今回はアベコベリペントガチャ引いていきます。はい、このエイプリルゴマということでね、毎年毎年エイプリルの季節になるとエイプリルフールのイベントがやってくるんですよ。で、去年がパラレルタイムドリーマーで、そのまた去年というか2年前かな、がビーゴマの逆襲が来てっていう感じで毎年毎年あるんですけど、今年はこのアベコベリペイントってことで属性が変わってるんですね。見ていきましょう。この夜行が神属性になってたり、シゼネが魔属性になってたり、アンドロメダが竜属性になってたりというところで、なかなか、うん、アベコベですね。で、エーゴマも3体追加されているというところで、上から見ていきます。まあ、強いかどうかで、ね、結論から言うと、まあ、A はそこそこって感じかな。S は別に使わないかなっていうところですね。うん。まあ、A もってところもあるかもしれないけど、まあ、でもそもそもね、このエイプリルってガチャ自体が結構強くてね、このエーゴマの中でも、キングポポンとか、キングカワズとか、キングムスタバとかね、普通に優秀な子も、なんかキングケ強いな、キングケ強いな、キングケ強いな、あと、パラレルタイムドリーマーのね、ユエハとか、大人ユエハかな、この辺が強かったり、大人ラファエルなんかも普通に使える性能してるし、意外とね、ありかなっていうことで、引いてみてください。今回の新ゴマの性能から、まずは解説していきますか。いきましょう。ヤコ。獣使いんで、スキルが甚大。神誕同期には発動できます。くさび3本以上要求の6本消滅で、消滅させたくさび数かける800の雷撃というのを、自分の HP が減少するほど参照して火力を出すと。つまり、雷撃ライフはですね、なんだっけ、甘摘みかぼしのコンボみたいな感じかな。で、コンボスキルがくさび5本以上の時には発動できます。4500のライフバーストと。これ特殊ダメージですね。まあそうですね、こいつは弱い。めちゃめちゃに弱いです、これ。何が弱いって、まずスキル甚大の火力ってのが最大4発しか出ないんですよ。もうマカミでええやんってなるし、まあ C っていうとね、ちょっと HP 高くて、獣使いんっていうところなんですけど、これ何がひどいって、スキルで6本消滅するくせにコンボ5本要求してくるところなんですよ。どんだけこの要求値やばいですね。やっぱこう動物がこんなたくさんいるから、その動物の餌としてくさびを用意してるかもしれないんですけど、そのやっぱ餌代というか、はい、食費がとんでもない道具になってますね。これもうバカになりません。ということで、はい、個人的には別に使わなくていいと思います。ただ獣使いなんでっていうところかな。本当に獣使いで人雷の困っていないんでね、そこまで、うん、っていうぐらいけど、まあ使わなくていいかな。まあ別に獣使いだからってね、転結使うとしても他のそのマイナスされてる敵の神エスゴマの方がいいかなって思うんでね。ということで、次、シズネ。シズネはリベンジスキルを持つ構えが10枚以上歴に入ってて、またの時に発動できます。直前の相手のターンに受けたダメージの 50% 分の特殊ダメージじゃねえわ、毒ダメージか。で、コンボスキルが相手の HP490 最大1490ということで、スキル毒でコンボ吸収なんで暗黒にはからっきしなんですけど、ダメージ全体を 50% の毒ダメージにするということでね、発給リーダーにすると 65% になります。ただこのダメージっていうのがどうしても低いですね。毒っていうところで、その特殊であったり、そういうシールド系ですね、特殊シールドとか罠ゴマに引っかからないっていうのは強いんですけど、まあ、別に使わなくていいかなと思います。こいつよりは普通にね、なんだっけ、しおりちゃん、しおりちゃんとか発給医みたいな、ちゃんと火力出せるコマを出した方がいいかなっていうことで、まあ、毒っていうのは魅力ではあるんですけど、まあ使わないかな。うん、多分使わない。有金、まあまあ使わないかな。コンボ吸収っていうのもね、雑に強いところであるんですけど、まあ使わないと思います。次、アンドロメダ。これアンドロメダがね、火炎になってるんですよ。これアンドロメダを火炎にするって、これもう某北海道オセロニアンが絶対発狂してますね。ティラノ君が絶対発狂してると思うんですけど、十字中尾ですね。十字中尾で、ユータの時発動の十字中尾ですね。で、コンボスキルが買います生成ということで、最近出たね、ジョアンナっていうコマがいて、そのジョアンナがコンボ下級だったんですけど、その下級の部分が買います生成になってるような性能となっています。で、これはですね、別に使わない。ジョアンナでいいってなるし、あと、闘神っていうところでジョアンナと差別化できてるんですけど、ライバルがいてね、ベルトリンデとカフネ。ベルトリンデとカフネと同じ印なんですよ。まあ、これが違う印とかだったら、カップ戦によってはリーダーをアンドロメダにした竜炭火炎とかもね、使えたりっていうのも全然ありなんですけど、それだったら別にカフネでもいいなっていうところで、なんか、うん、狙わなくていいかな。ダメマス作る方が普通に強いんでね、カエマス弱火ってのも、まあ、強いんですけど、その出るところによって強いんですけど、まあ、確実にダメージ与えられるってなると、やっぱダメマスの方がいいかなって思うんでね。で、ベルトリンデと比較すると回復かどうかっていうところなんですけど、まあそんな変わんないですね。ということで、別にそこまで必要な駒じゃないかなって思います。まあ、ビジュアルめっちゃいいけどな。これビジュアルめっちゃいいな。ビジュアルは神だな。ビジュアル神。次、忍龍。忍龍はシールドスキル、コマ総数10枚以上の時に発動できます。2ターンの間受けた特殊と雷撃ダメージを 70% にし、コンボスキルがコマ総数12枚以上の時に発動できて、1400の回復と。まずこれ HP バケモンですね。HP がこの17超えてくるっていうね。
感じで HP バギャモンです。でアタックがこれプラス打てない状態で984なんで、ロックされた時に意識が優先的に出るっていう調整になってますね。なんでロック入ってるデッキってなると多単対面が多いんで、まあ、そう考えたら別に意識出した方がいいのかなっていうところではありますね。ロックされないんでね、雷撃が入ってるデッキってそもそもロックがないんで、そう考えたら別にこのアタックもまあいいかなって思いますね。で特殊ダメージと雷撃を 70% にするってことで、まあ、転結対面にはめちゃめちゃ刺さるんじゃないかなって思いますね。転結のダメージソースって基本的には特殊と雷撃だけなんで、ってなると刺さるんですけど、ただこいつ自身が汎用性あるかって言われるとそうでもなくて、コンボがこれ回復なんですよ。であと発動条件もねしっかり設けられてるっていうところなので、まあ正直強くはあるんだけど、使うデッキはなんか限られてくるかなっていう感じですね。まあ、入るとしてメヒアポロンか転結ぐらいだと思うん で結局転結じゃんってなる。ワンチャン俺は火炎にも使おうかなってはちょっと思ってるんですよ。カフネ火炎、カフネ火炎にこいつ使おうかなとも一瞬考えてるけど、ただ発動条件コマソース10枚以上っていうことになってるんで、それだったらなんか普通に燃やせるコマ出した方がっていうところがあるんでね、イブテン対面考えた時にこいつ出すよりは燃やせるコマ出した方がっていうところもあるんだけど、まあ特殊ダメージのカットもあるんで、そう考えたら別に採用はありかなって思うんだよね。ただ手駒ロックされた時に火炎じゃなくてこの忍竜が出ちゃうんで、それがどうなるかなっていうところかな。マタン対面での勝率が落ちるんだったらカフネには使わなくていいかもしれないかなっていうのをね、いろいろ考えてみたんですけど、まあ強いんですけど、沈まれ、まあ別に使ってもいいんですよ、使っていいんですけど、結局入るデッキっていうのは個人的にはコンボバフとかにして、なんかラニコンゴで使えるような性能とかだったら割と面白いかなと思ったんだけど、まあ、何コンボでもこいつ使うかとか怪しいけどね、コンボバフとしてね、そのバフの倍率とかによるから。コンボ回復なんですね。で、1400の回復で12枚以上ってことなんで、結局ね、転結の環境をこいつ1枚で止めれるかって言われると、別に止められるような性能ではないと思いますね。なんですけど、まあ、これ実際特殊と雷撃をシールドが出たってことは、僕の予想なんですけどね、なんかセカンドシーズンもすぐ入るんですよ、5月から。セカンドシーズンに入った時に何かしらこういうまた雷撃をシールドして特殊もシールドするみたいなコマが出るんじゃないかっていう予想はしてますね。うん、 S コマとかで出る可能性はあるので、この忍竜は、まあ、とりあえず引いといて、損はないんですけど、セカンドシーズンでもしかしたらなんかそういうコマはもうちょっと増えてくるっていう予想も考えられますね。ただ、まあ、引いといていいと思います。エイプリルフールってね、1年に1回しか基本的にないわけですよ。まあ、どの季節イベントもそうなんですけど、あんまり復刻しないですよね。なんでここに引いとくってのはありですね。実際このユエファとかさ持ってないっていう人ね、今やっと今回で手に入れられるっていう機会だと思うんで、そう考えたら忍竜もね1年ぐらい先延ばしになるんだったら引いといていいかもしれない。あとシュラインってのはいいですね。これ神のシュラインってもう7種類ぐらいしかないんでね、ありかなって思います。次、あやめちゃん。あやめちゃんは東方院で2ターン後に発動する春秋2体召喚ですね。でコンボスキルが自分のマゴマ1枚につき400の特殊ダメージ最大2500と、まあ、スキルで召喚してコンボもねその自分のマゴマ1枚につきってことなんで噛み合っていると思います。で HP もそこそこ高いんでねいいんですけど、この春秋くんが1ターンの間750の特殊ダメージ、コンボスキルが直前の相手に受けたダメージの 20% の特殊ダメージを与えるということなんですけど、まあ、この1ターンなんで1500しかダメージ入らないんですよ。2ターン待って1500しか入らないんですよ。ってなると正直しょっぱいかなって思いますね。夏ブラとかはその650の毒っていうのを2ターンかけるわけですよ。まあ、消される可能性はあれど2000ぐらいはだいたい期待値あるんですね。でしかもコンボ吸収っていうのも普通に強いしって考えたらね、まあ、普通に暗黒対面とかだったらねこっちの春秋の方が特殊ダメージもあるしコンボの、リベンジっていうところではあるんですけど、まあ、このリベンジについても直前の受けたダメージの 20% なんで1万食らって2000出せるっていうぐらいの感じなんで、まあ別にいらないかな。そんな使わないと思います。で、発給位リーダーでやっても 26% なんで、1万くらって2600って考えると、っていうところだけど、まあ発給位リーダーね、あんまりなんか、でもこれリベンジってさ、ちょっとここ疑問あるんですけどいいですか？これ思ったんだけど、これコンボリベンジじゃん。こいつってリベンジスキル10枚に含まれるのかな？これ召喚されるやつのリベンジってリベンジスキル10枚に含まれるんですかって話ですよ、これ。あやめはリベンジ持ってないからさ、あ、これちょっと気になるから、誰か試してみて。これどうなん？召喚する春秋のコンボリベンジ持ってんだけどさ、でもこのリベンジ、発動条件ついてないリベンジだから、多分関係なかったりすんのかな。いやー、まあまあ、でも、まあまあまあっていうところですかね。まあでもリベンジをね、こういう、リベンジスキル10枚とかじゃないわけなんですよ、このあやめってのはね。なんで別に使おうと思えば使えるんだけど、俺は夏バラでいいかなって思いますね、正直。夏バラのコンボ吸収とかめっちゃ強いんでね。ってことで、次。バンシー。
コマ総数10枚以上の時には発動できます。アタック先の効果を停止し、アタック 1.6 倍になります。で、コンボスキルが HP60 倍以下の時には発動でき、アタック 1.7 倍と。で、これ火力としては、プラスマックス振って、ラニリーダーから放った場合、2350ぐらい出せるのかな、大体だけど。HP が、まあ、ちょっと低いかな、ほぼ1000未満ぐらいで考えられるからね、ちょっと HP 低いっすね。まあ、他のね、竜のエゴマとかはね、最近そのラニリーダーでも使えるような性能の竜のエゴマって結構 HP 高かったりするんで、で火力もねそんなに出ないんで、まあ別に使わないかな。まあただカップ戦では全然あるかなって思います。あのさっきのあやめもそうなんですけど、カップ戦では全然ね出番はあると思ってて、でまあ使うとしたらラニリーダーとかからね使うのかな。でシュラインってことなんでね、 A のシュラインってなんかいたっけな、 A のシュラインってね、てかシュラインってあれなんですよ、コンバートのイメージがあるんですよ自分の中では。ちょっと調べます。ただ、英語待ってなるとちょっと話が変わるんで。シュライン、よいしょ。あ、意外といないな。あ、じゃあ全然強いな。あ、これいいじゃん。ストマードぐらいしかいないじゃん。ってなると普通に使えるかな。カップ戦では全然強いと思いますね、ワンシー君。まあ、ただ、発動条件10万以上っていうのは、ちょっとネックではあるんですけど、まあまあまあ、使えなくはないかなって思いますね。あと、コンボ60倍かもちょっときついけど、まあまあまあ、大丈夫かな。あと、今目に入ってきたんだけど、こいつ何？シャイタン。シャイタンのあれでしょ。ちょっと聞こうぜ。ボイス聞こう。ちょっと今覚えそうにするわ。ボイス聞こうぜ。よいしょ。よーし、今日も最強のラブビームで世界をもっと楽しくしちゃおう。倒すとか滅ぼすとかないない、みんな仲良くそれが一番でしょ。ちょっと勘弁してほしいな、これ。これするならまだね。いや違うんだよな、なんか顔が可愛いからちょっとマジで違和感が。いやあのね、でもこれ多分ね、あれなんだよ。ボイス一緒なんだよ、本家と。こっちは。我が作り上げた魔眼、あ、一緒じゃん。神々に解くと見せつけてやるぞ。ほんまくさ。いや、あのさ、この顔でさっきの声の方が俺の中では違和感ないのね。なんだけど、こっちの顔でこの声だと、ちょっとやばいな、違和感が。普通に可愛いからさ。まあ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 。あとね、このラファエルよくね。これラファエル動画解放したんですけど、いや、性能の話は別にしなくていいかな。そんな別に使わないと思うんですけど、あ、でもこれコンボあれか。全部消滅させて500でしょ。いや、でも、それでもだな。それでも10本やっても5000だもんな。って感じだから、あれなんですけど、いや、これのね、何がいいかってね、このラファエルさ、本家ラファエルの、あれなんですよ。オマージュっていうか、これが本家ラファエルの進化前なんですけど、このポーズを大人のラファエルがやってるってことよ。いや、これすげえな。すげえ、いろいろムッチムチですね。ムチエル。いいですね。ってことで、はい。引いていきますか。松パックかテルでね。はい。そんな感じで、ちょっと寄り道したんですけど。まあ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 。まあまあまあ。狙いは、とりあえず英語マン。英語マン引ければいいかな。まあでも、1年後10日解放制度があるから、全然 S ゴマもね、引いときたいところあるんですけど、こいつ名前忘れた。シャムシエルみたいな。あ、スピラ。だからシャムシエルってなんだっけ、あれか。エヴァか。あ、一回松から行くか、これ。松行こう。ただ俺ね、去年のエスゴマだと、骨三郎とラファエルは弾けたんですけど、あいつ弾けなかったんだよな、カフネ。だからカフネね、あれパックで買えるんですよ、1万2000円で。あれ買おっかな。よいしょ。OK、頼むぞ。ほい。S だと、どうやでもこれダメチャレ勢に、あーでもこれダメチャレ勢は欲しいよな、エイプリルドラゴン。これダメチャレ勢に、ぜひ引いてほしい駒ですね、これは。ダメチャレ勢歓喜。で、待つ、あ、そっか、待つって新キャラが出るわけじゃないのね。まあ、S だと何欲しい、これ。沈めかな ?S だとちょっと、消去法で沈めだな、俺の中では。俺、サスター車持ってねえからな。ちょっとリベンジ使ってみたいんだよな、リベンジ。サスター車あったらリベンジね、俺初めて思うんだけど。サスター車持ってねえかな。あ、そういえばなんかリベンジもさ、新ガチャ来るんじゃなかったっけ、復讐コレクションみたいなやつ、新しいの。あれ引こうかな。俺リベンジちょっと目覚めたいんだよね。サスター車持ってねえけど。さあ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 。これ来てる、もしかして今。まだ来てねえか。え、これいつまであんの、この大感謝ガチャって。もう全部引き切ったけど。大感謝ガチャのおかげでネイト引けたかな。さあ。よいしょ。頼むぞ。来い。英語マはマジで引いときたい。トリマー英語マ引く。あ、でも人流あれだな。耐久デッキに入るわ。耐久デッキに使えるな、あいつ。
気づいた。耐久、いやでもどうなんだろう。いやでも使えるな普通に。特殊シールドあるしな。あやめっちゃん、あやめっちゃん、人流ちゃん、オッケー。はい、オッケー、お疲れ様でした。今日はここで撤退します。もういいかな、かけら使わなくて。どうせコナンコラボも近々来るし。エイプリルエスゴマいるかな。いや、いいかな、今日はここで終わろう。ってことで、なんかコナンコラボとかも多分近いと思うし、で、京ゴマ、長ゴマとかもね、まあ、そのうち来ると思うんで、今日はここにしときます。普通に22連目で全部いけたんで。うん、2体目とか引かなくていいよね。ということで、この動画面白かった方は高評価、チャンネル登録、参考になった方もぜひよろしくお願いします。Twitter のフォロー、ミルダムのフォローもよろしくお願いします。今日はここまでにします。よろしくお願いします。本当にお願いします。では、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。